クラスメイトと結婚した。しかも学校一苦手な天敵のような女子とである。私と結婚してることクラスのみんなに言ったら〇つから。学校で目が合っただけでこの脅し、入学当初から何かと突っかかってくるやつで、できれば関わりたくもなかった。結婚しなさい。嫌です。どうも俺の祖父とこいつの祖母は初恋同士だったらしく、家の事情で結婚できなかったんだとか。その無念を孫の俺たちで晴らそうということらしいが、正直大迷惑だ。結婚しないと祖父の会社を適当な犬に継がせると脅され、仕方なく従った。あとは若い人だけでごゆっくり。庭園の中の二人暮らしがうまくいくわけがない。どうして洗い物溜まってるの？昨日はあんたの番だったでしょ。おいしい？普通。じゃあ食べないで。体に触ったわね。指をあるわ。狭いんだから仕方ないだろ。毎日が戦場で、半月もしないうちに二人ともヘトヘトになっていた。このままじゃ離婚よ。それは困るわ。俺も困る。どうせ一緒にいなきゃいけないのなら快適に過ごせるようにした方がいいな。悔しいけど同感よ。どうするの？お互いストレスがたまらないルールを決めておこう。まずは家事の当番ね。結婚してから私ばっかりやってる気がするわ。俺は量が溜まってからまとめてやろうとしてるんだ。洗い物を溜めたら虫が湧くでしょ。面倒でも毎日やるの。はい。他には何かで読んだんだが、感謝の気持ちを忘れないようにすると人間関係はうまくいくらしい。ありがとうって言い合うってこと？ちょっとしたことでもな。じゃあ私の料理を食べたら美味しいって言いなさい。普通の味でも？普通の味でも。それと体に触れてしまうぐらいは我慢しろ。セクハラを許せってこと？この変態！夫婦にセクハラもクソもあるか。ベッドも狭いし体が当たるのは仕方ないだろう。分かったわ。それから俺たちは二人の生活が過ごしやすくなるよう努力した。すごく美味しい。そう？お土産買ってきた。お前の好物のショートケーキ。なんで好物知ってるの？1年の時の文集に書いてたろう。あんなの覚えてるとかちょっと引く。引くとか言うなよ。でもそのありがとね。かわいい。今日はあんたの当番だけど量が多いから手伝ってあげるわ。ありがとう。どういたしまして。お互いの努力あって俺たちの生活は大幅に向上した。学校の帰りに待ち合わせして夕飯の買い物をするぐらいにはこいつも心を許してくれるようになった。だが、ひどい熱だな。いつも夜更かししてるから体を壊すんだ。勉強してたのよ。無理は良くないぞ。無理してでも叶えたい夢があるから。夢？私お医者さんになりたいの。あんたと結婚したらおばあちゃんが学費も全部出してくれるって言ったから。それで。なるほど。あんたはいいわよね。のほほんとしてても成績が良くて、私がどんなに頑張っても勝てないの。悔しくて仕方なかったわ。才能は個人差があるからしょうがない。そういうとこが嫌いなのよ。そしてちょっと憧れてた。声
こんな夜遅くだと空いてる病院は救急ぐらいか。いいからもう寝て。あんたは明日も学校あるんだし。ダメだ。嫁が辛そうにしてるのに放ってはおけない。病院に連れて行く。意外と力あるのね。看病の甲斐あって一週間後にはあいつもいつも通り元気になった。だがいつも通りではなくなってしまったこともあって、どうした？嫁がいるのに他の子と仲良くしすぎるのはダメだからね。最近俺の嫁が可愛く見えて仕方ない。俺の名前は北条斎藤。クラスメイトと結婚している。相手の名前は桜森茜。学校一苦手な女子だ。どうしてちゃんとお弁当持っていかないの？テーブルに置きっぱなしだったわ。あ、ごめん、忘れてた。もうせっかく頑張って作ったんだから残さず食べないとダメだからね。学校一苦手な女子のはずだったんだが。今日は卵の特売があるわ。放課後裏門で待ち合わせよ。特売を狙わなくても生活費ならじいちゃんたちにたっぷりもらってるぞ。大人になったら二人の稼ぎで暮らすのよ。贅沢になれるのは良くないわ。真面目だな。真面目で悪い？感心してるんだ。褒めても何も出ないわ。この先は他人のふり。結婚してることは絶対秘密よ。最近茜との生活もまんざらでもなくなっている自分がいる。ハロハロー斎藤くん、学食行かない？こいつは確か茜の友達の石倉ひまり。いや、今日は弁当だから。あれ、斎藤くんの弁当茜と同じじゃない？本当だ。どういうこと？まさか茜ちゃんの手作り。二人で付き合ってるの？付き合ってないわ。そうなの？でも顔が真っ赤になってるよ。あれは生まれつきよ。私たちは断じて付き合ってないわ。ああ、それだけは間違いない。結婚はしてるけど。うかつだったわ。ひまりって昔から妙に勘がいいのよね。意外と頭脳派だな。ガリ弁の茜がつるんでいるだけはある。ガリ弁言うな。とりあえず一緒に住んでいるのがバレるのはまずいな。結婚しているのがバレたら大騒ぎよ。内心もどうなるかわからないわ。しばらく昼飯は学食、買い物は遠くのスーパーを使おう。最悪なのは俺たちの家をみんなに突き止められることだ。どうした？それがね、ひまりがどうしてもうちに遊びに来たいって言ってて。はあ、ここにか。7時くらいに来るって言ってたから今から片付けして。楽しみすぎて早く着いちゃった。大丈夫かな？日曜、私とデートしてくれないかって斎藤くんに聞いてもらえないかな？え？あ、もちろん茜が斎藤くんのこと好きだったら邪魔するつもりはないよ。好きじゃないわ。あんな放漫でズボラで無神経なやつだけだよ。
だ今のは。どうして胸が。じゃあお願い、協力して。ええ。本当に行くの？お前が止めるならやめとくが。止めないわよ。私たちはただ形だけ結婚している関係なんだから。じゃあ。やっぱりやだ。どうして嫌なのかわかんない。でも嫌なの。あんたが他の女の子と仲良く買い物してるなんて考えるだけで胸が苦しくなるの。形だけでもあんたは私の旦那なんだから。その言葉が聞きたかった。とっくにデートは断ってるよ。俺のこと本当は大嫌いじゃなかったんだな。はあ、こんなの詐欺よ。はめられたわ。やっぱり嫌い嫌い大嫌い。はははは、別に嫌いじゃないのに。デートじゃないならどうしてそんなおしゃれしてるのよ。もともと今日はお前と二人でショッピングの予定だったろ。行くぞ。あ、待って、全然オシャレしてない。十分オシャレだぞ。お詫びに好きなもの買ってもらうからね。了解。指輪でも買うか。指輪、それはまだ早すぎるんじゃないかしら。やっぱり俺の嫁は可愛すぎる。今日は嫁とショッピングだ。クラスの連中に見つからないよう家から離れた商店街を選んだ。デート中のカップルばっかりね。暇なら勉強でもしてたらいいのに。そういう俺たちもデートだけどな。夫婦でデートは成立しないわ。これはただの買い物よ。夫婦でもデートは成立すると思うが。何を買うんだ？足りないのは水とか米とか脚立とか絨毯ね。重いものは通販にしよう。さすがに持って帰れん。あら、サイトは力持ちだから大丈夫でしょ。お姫様抱っこもしてくれたし。欲しいのか？別に。いいよ、買ってやる。いらないわ、高いし。大丈夫、なんとかなる。お年玉の貯金を崩せば。ありがとうございました。ありがとう。おう。男の子からプレゼントもらったのって初めて。すごく綺麗。なあ、醤油ってどこに置いてあるんだ？覗かないで、変態。何してたんだ？何もしてないわ。おい、学校にまで指輪つけてきたのか？大事にしてくれているのは嬉しいが、みんなに見られると困るぞ。大事になんてしてないわ。どうでもよすぎて忘れていただけよ。指輪、確かにここに入れておいたのに、セットごとなくなってる。なんで、なんで、どこかで落としたの？せっかく買ってもらったのに。サイトのプレゼントなのに。どうかしたか？なんでもないわ。ちょっと出かけてくる。指輪をなくしたなんて言えない。最近嫁の帰りが遅い。夜遊びするようなやつじゃないはずだが。ただいま。毎日遅くまで何してるんだ？あんたには関係ないわ。
しかも妙に疲れ果てている。意地っ張りだから素直に口を割るとは思えないし、俺は放課後嫁を尾行することにした。何か探している。そういえば最近指輪をつけているのを見たことがない。ひょっとして。日が暮れてもあいつは何かを探し続けていた。どうして、どうして見つからないの。私の指輪、サイトにもらった指輪。やっぱり指輪か。サイト、一生懸命探してくれてありがとな。もういいよ、帰ろう。よくないわ。何が何でも見つけないと。気にするな、指輪ならまた買えばいい。そういう問題じゃないわ。なんでそこまで。あの指輪は本物だから。え、私たちの結婚は人から押し付けられたものだけど、あの指輪だけはあんたがくれた本物なの。お前ってやつは本当に意地っ張りだな。だって、だって。それなら俺も探そう。いつなくしたんだ。指輪を学校につけていった日。でも心当たりの場所は全部調べたし、細かいところまでは覚えてないし。俺の記憶力をなめるな。あの日は学校の帰り、お前と一緒に買い物をした。お前と一緒に通った道、使った店、立ち止まった場所、すべてはこの頭の中にある。指輪は喫茶店のそばの溝にポシェットごと落ちていた。あの日喫茶店に入るか迷って、茜が財布を確かめた時、カバンからポシェットを落としたのだろう。天才だからな。お前がテストで勝てない理由分かっただろう。ありがとう。おいおい、もうなくすなよ。うん、絶対。ひくち、帰って風呂入るぞ。漫画エンジェル猫岡では、スカッとする話、感動する話、キュンとする恋愛漫画、読んでいて心が温かくなる、優しくなるをテーマに物語を制作しています。コメント欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。また遊びに来てね。